からんはずよ、ちょっと。ちょ、マジマジ。あんななんだ。一発で切らんマジで笑ってなかった。先に飲んでたんですか。飲んでない、飲んでシャワーカルビス、カルビスでこいつに対応した。やば。お前。カルビスにこいつを。よくないよ。すごいよ。なんか一で。モスシローでめっちゃ笑ってしまった。うん、よかった。ナイスパイ。なあ。世間知らずの女に男ってこんなもんだよっていうのを伝えたかったんですよ。それは違うよ。ちょっと違うな。絶対違うな。違うよ。世の中の男そんなもんだって言われた俺はどうなるんだよ。特殊さんです。なんか人を特殊詐欺みたいに言うな。言ってないわ。振り込めって言ったことないぞ。どったイメージよ。オープニングハンズあるんでしょ。やります。いいですよ。それともオープニング犯罪あるんでしょ。オープニングで犯罪どんなラジオ。いやね、一発決めてきた人がこの前使うとかね。あ、マジで。じゃあ、その辺もちょっと聞かせてください。お客様後の発端を。お客様後なんすよ。あ、FEC チューンド 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 FEC チューンド。かまるの保存。いやおかしいよ、絶対おかしいよ。はい、全員がおかしい。ぜお俺以外の全員がおかしい今。あの普通に進めたチャンさんも悪いし、もう諦めて鼻かんだお前もあるよ、中地も悪いし、一番やが悪い。一番悪い、ね、俺以外の全員が悪かった今。全員びっくりした今。ごめんなさい、俺以外の全員が悪かった。やりたくてやりたくて口方がない。まずや、まあ、なんだばってなってるし。ごめんなさい、すいません。かまるの放送なんだばってなってるし。ホントばってなんだば。なんだそれ。フォンドバー、フォンドバー、自己紹介しないか。中地です。誰だばや。誰だばや。中地頑張ろう、ごめん、頑張ろう中地、かまるまではいいよ。かまる、中地です。かき消されたわ、またまたかき消されたわ。その辺の人です。お願いします。はい、かまるの放送実行委員会、毎週火曜日11時から1時間生放送しています。はい、今日はかまる三宅くんが急遽出演ができなくなって、ね、スペシャルな心強いゲストも呼んでおります。自己紹介お願いします。どうも、デコボコトラベリングリョウトです。あ、最近いい匂いするモコモコモトシでございます。はい、この、もう完全に社会不適合者3人組で、はい、1時間持つのかどうなのか。はい、社会不適合者を一つ屋根の下の一つの空間に1時間入れたら、はい、どんな現象が起こるのか、はい、そういった検証的番組を1時間やりたいとね、放送したいと思います。はい、思います。そうです、お願いします。 R70。 あらはい、お願いいたします。 R70 はやばいですよ。あのね、いや、本当にでも、はい、めっちゃ体調悪くて。俺もマジで、多分で、もういや、俺も、あ、元さんも身体的にもうきつい、今ずっと。で、昨日ね、体が限界きてる。港さんもリー君も悪いって言ってた、はい、だからよね、昨日ラジオ聞いてましたけども、うん、大丈夫、リー君じゃない。多分、あ、いや、だから緊張の糸がちょっとブツンって切れて。犯人はカイリーかもしれない。あれ？あ、カイリーやばかったっすだって。カイリーやばかった。大風邪引きだった。そうだよ、うん、土曜日大風邪引きだったよ。単純に風邪が移ったってこと？可能性あり。そう。カイリー今元気？ビンビンに元気です、ね。あらー、じゃあそうですね。だからもう移して彼は、うん、クソですね。彼も、いやいやいや、彼もクソ野郎です。あー、もうね、多分風邪。風、いやお前そうだろ、もう昨日から鼻かんでるんだから。うん、あの、なんか下痢と鼻水が止まんない。お腹はずっと痛い、確かに。この組み合わせある？下痢と鼻水ないね。ないっすね、下痢と嘔吐とかだったら、うん、あるよね、はい、そうだよね。うん、なるほど、今日体調不良。うん、だいぶだいぶ体調不良。昨日めっちゃ体調悪くて、はいはい、今日もっと悪い。まあ、昨日は単純にね、
うん、まあいろいろあったからね、彼は。ああ、まあまあまあ、そうですね。この後いっぱい話したいと思います。そうだ ね, ね。それも、それまでね。今日はもう、あの中地のあの株があのゼロになりますので。そう、だから俺もそれ聞いてないから、何なのか分からない、うん。僕も聞いてないんですよね。ね、結果、いろいろ覚えてないということで。いろいろ。お前が一番わからないのか。彼、ね、何があったかっていうのはまた、CM とか入った後にまたね。そうですね。まあね、先ほどね、うん、そうだよね、中地もやぶばかったけどね。いやー、お前だからよな、忘れてたんだよ完全に。どこ行ってたん？楽しくみんなで寿司食いに行ってました、うん、ああ普通に、うん、全然おごろうかなと思ってたんですよ中地も。おー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 おおおお、全然おごろうかな。あのさ、はい、言っとくけど寿司、はい、あんた1万円分食ったさ。全員で1万円分でした。結構で、払ってくれたんですよ。マジで？分かりました。もうない、ま、この後も行きましょうぐらいのテンションですよ今。またね、行こうって言ってるわけさ。でもマジでお金ないさ今。いやまあまあ結構使いました。ないよお金全然。なんでそんなテンション上がってるんですか。いやね、だってね、なんか行きたい行きたい。いやいや、だって、財布見せれっったら、そんない、ちょっとなんか差し込めてもらっていい。でももうおごった後でしょ。嘘だろお前。こんな、元さん、この幅のゲンナバは持ち歩かない。元さん、危ないから。くないよ。114万2000円入ってます。くらや。そうですね、ダッシュで行けたいと思います。マジで怖いから。ねえ、今 FM ギノワン、まあ検索したら Google マップとかですぐ場所出てくるんで。いいよ。や、あとあの今観覧見に来た方は1万円差し上げます。114万でゲン玉を持ったデブがいます。本当にダメだ、ね、あれらしいですね、車買うらしいですね。そうそう、それでそれの明日ぐらいにちょっと、あ、もう振り込みというか、振り込もうかなっていう、お支払いをするというか、一括で出てきたらということ。一括でね、一括で行きたいと思います。死に怖いよね。一括で出ました。貯金を下ろしました、ちゃんと。貯金あんなに持ってるんだね。貯金をの残り60万ぐらいになりましたけど、100万は初めて持ちましたね、僕も。俺も見たの初めて。恐ろしいっすね、一応ね、100万ね。一応俺もさっき見せてもらったんですけど、うん、なんか体が反応してもう逃げ去り逃げてました、彼。確かにね、ちょっとなんか気持ち悪いね。ね、俺ら得た否認からさ。そうだよね。したらさ、なんていうの、底辺な俺らからしたら、あんだけのなんか現金ってすごく気持ち悪く見えるよね。いや僕も怯えてますよ、ちょっと結構、うん、怖いよ、何探した。いや、分かれて怖いよ。いや、ダメですよ、もうすぐ今日は。うん、20万ぐらいかな、マックス。あ、持ち歩高津ね。ダメだよ、あの、うん、あの20万でしょ。あの20万です。あの20万でしょ。何の20万ですか、うん、20万がすべてパチンコ玉に消えた20万円です。あの20万、この20万は何の20万でしたっけ。 KY デンジャラスラスト単独ライブの売り上げのお金、はい、売り上げですよね。ほら、それをどうするんでしたっけ、その20万は。これをね、あの、まあ、ラストということで、はい、まあ、せっかくなんでコータのためにも僕のためにも売り上げをね、あの2倍にしてあげようっていう優しさからね、はい、あのパチンコしたんですよ。フラや、全部吸っちゃった。フラや、1日で。あ、いや、まさか1日では釣れないですよ。1週間かかる。1日でやめや、お前。ゆっくりゆっくりと溶かしながら20万をね。うわ、シュプさん、はい、すごいね。退職金950。すごい。え、950円ってことですか。なっせよや、時給か。すごい、これってすごいね。まあでもいいところだったら、ちゃんとそんくらいもらえますよ。まあそれぐらいあるんだよね。もちろんもちろん、ね、ちゃんとね、管理機まで働いたりとか、そういうのあったら。あ、ユアピッピさん、銀行員なの。ああ、そうなんですね。おお、今は違うのかな。違うのかな、はい、うん。へえ、すごいね。114、あんま持ち歩かない方がいいと思います。いや、怖いよ。いや、だから、明日にはもうなくします、ちゃんと。それもちろん、長く持ってたら怖いんで。うん、でも元しかいなくなるのか。え、なんとも未練ともなんともないですか、うん、ちょっと一応、いや、いや、あるある、めっちゃある。やっぱありますよね。あるある、もうある。別に車好きとか、うん、愛着とかさ、ないじゃない、うん、ないですけど、うん、ねえ、
もうぶっ壊れてもいいやって思うかもしれないです。オッパブさ、急にオッパブ、急にオッパブ、オッパブさ、うんうん、例えばなんかコースがさ30分とか40分とかさ、はいはい、札束でさ、うん、無限って言ったらどうなるかやってみてください。いやーどう、あれ持って114万バンなので、すいません、制限時間無限で意味がわからないよ。やってみて、ダメじゃないかな、どうなんだ。まあでもシンプルに200回はいけるのか。200回、そうかそうかそうか、200回の40分だから、まあ8万時間だから、うん、じゃあ8000時間か、8000時間なんで、うん、すごいよこれ、なんで1ヶ月かかる。まあ1ヶ月以上は以上はオッパブにいられます。はい、へえ、こんだけあればね、すごいね。性欲が持たないね、そうですね、さすがに。さすがに賢者タイムというものが我々男性陣にはありますから、うん、金は怖いね、うん、まあまあでもそれは自由に使える114万ではないですよ ね、まあ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 、これはもう110万消えますんで、お車にね、うん、捧げますから、うん、もう払って、はい、あ、もう12月の頭には届きます。あー、もうすぐなんで、もうもうもう、車はそれまでは今の車使える。今の、あ、でも12月末まで僕の使えるんで。あ、そうなんだ、車検的な話。はいはい、さんがこういうの乗ったらダメだよ。めちゃくちゃいい、いい車ね、買う、ね、いい車、新古車なんですけど、うん、傷とかも本当になくて、使用感全くなくて、でハイブリッドなんで上等ですよ、ハイブリッドか。まあ読谷から通ってたらね、とってもいい、ガソリン代シャレならないですから、ね、シャレならないですから。そうだね、いい買い物しましたね。いいね、いや、セラは本当にもう、あの多分みんな3日で飽きるさ、あれ、あのボケ3日で飽きるさ、ガルウィングのやつ。めっちゃ面白いけど、いや買った時はみんな笑うよ、ハマーとか3日ぐらいで飽きるしみんな、多分ね、だろ、そう考えたらね、していくもんね。いや、もうダメダメもう、なんか馬とかだったらずっと面白い。絶対面白いね、馬ずっと面白い。雨の日慣れたけど死に面白いやし。え、馬にしましょう。だってもや、馬だったら買えるよ、走れんだろや、こう大丈夫大丈夫、考えない、走れるのあれ。なんかさ、お笑い米軍基地名護公園の時、馬で高速でさ行ってる時、戻したか、馬預金所まで行ったら死ぬわ、面白いですけどね。あー、いいね、体力もたんよや。まあまあ、でももうね、車ボロいんでしょうがない。まあそうっすね、もう、うん、車検通らない。なんか若手平成一期メンバーみんな車買ってますね。まあシンプルにそういうもう周期というか 4,5 年経ってるんでね、うん、高校卒業で。そうかそうか、大体買い替える。だって今年入って僕、カイリ、リーク買ってますか。ミナットも買ってるか。ああ、いや、ミナットさん買ってはない、あら、買ってないんで、うん、でも、うん、でもカイトはいる、ね、買えてるでしょ、うん、で僕も買って、さんすごいね。はー、リョートのあのボロ車もどうすんの。オッティオッティ、一応もうトゥクトゥク買おうかなって思ったら、面白い、青すぎるだろ、面白い、あれ高速乗れるみたいですね。ねえ、これ乗れるからね、一般の免許で大丈夫ですよね、うん、普通免許で、うん、うわー、一日で飽きるはず俺は。すぐに、うん、ねえ、トゥクトゥクも、うん、なんかあの車捨てるじゃないですか、元吉さんの車、はいはいはい、一番の思い出なんかありますか。一番の思い出は奥底からマヨネーズが出てきたことですね。完全にわからないマヨネーズが、はい、見たこともないマヨネーズが奥底から出てきた、怖っ、見たこともないマヨネーズよ、しかも、思い出ってやっぱありますね。と、あのフライドチキンの骨、あー怖い、これはもう店長ですけど、はいはい、ノルウェーで店長、元ノルウェーで、うんうん、店長さんが完全にやってます、うん、とか、地高もね、思い出あるもんね、うん、僕の車いっぱいありますよ、ね、前の車ですよね、すごいですよ、こいつの車、いや、こいつの車もすごかったですよ、昔のね、まあ、車の中で花火した、花火しましたね、打ち上げ花火やってました、ね、すごいモラルが欠如した行動だなと今は思いますけど、ベンツって書いてましたもんね、ベンツ、ベンリ、ベンリか、ごめんね、ベンリって書いてましたね。すごい落書きだらけで、懐かしい。ボロボロで、ね、懐かしいね、何が一番の思い出かな、なんか欠如してたなって思うのは、うん、まあ、元相方のコータが一番舐めてて、うん、フロントに登って、うん、普通にフロントガラスに向かっておしっこする。ああ、なるほどね。で、はい、僕がワイパーでそれを跳ねのけ
対応よ。欠場してますね。あーもう行かれてるね、うん、なんとも思わなかったですね。あんたたちはちゃんとしてるね。でも僕あの本当にまあシュプリームさんもちょっとあのコメント来てますけど、ほうほう、彼女と初キスとか、うん、カーセックスとか思い出じゃないのかって。僕本当にカーセックス一回もしたことない。なんか違う。そう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 、まあ、いやでも普通にやりたくないっていうのもある。なんか車で、うん、狭そうじゃないですか。あーまあね、そうですよ ね、 そ, ね、それはありますね。まあ、車ね、俺もあのカスみたいに車扱ってましたけど、こう廃車にするって言ってこの車屋さん持ってって鍵をこの業者さんに預けた瞬間ちょっと泣きそうでした。え、じゃあ分かる、泣きそうだね。確か僕も今元さんも意外となるかもしれない。いや相当、僕はでも本当に直の直前まで何とも思わなかった。一応バーサミシユイチョ廃車が決まっても、そのな、元さんは12月末まで乗れるでしょう。ああ、まあ、ちょ乗れはします。僕もそんな感じで、ある程度の期間は乗ってこの廃車するっていう日にちが決まった瞬間も近づいていく、このわかるよ、うん、日常も何とも思わなかったけど、もうほんとに当日、はいはい、鍵渡した瞬間、ぽっかりでしたね。あら、うん、相当運転車線もあの車。しかも高校のと、高校卒業式から、まあ、からずっとあれです。ずっとね、はい、ねえ、ずっとだったから、ね、ずっとあれです、うん、もうボロボロですからね、うん、ねえ車ね、アンテナ曲がってますから、はい、うん、まあ、うち団長にとってはね、本当になくてはならないものですからね。存在ですからね、はい、まあまあ、綺麗に使いたいと思います、本当に。新しい車はね、いやもう使えるよ、綺麗にしてるんだから今の車もちゃんとまあまあまあ、びっくりしたよ。店長さん乗せなければ大丈夫。そうですね、あ喫煙者にはしないので、禁煙者なんで完全な、うん、誰も沿わさないんで ね、 ね、はい、今はもう全然いいんですけど、うん、はい、どうせね、もう、うん、もう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 今さ、ね、今さなんでも、はい、なんでよやん、禁煙者ってば。一応花火はしようしない、一応は煙を出さない。一応でもなんか海にはジャボンって行きたい。なんて頭のいい子お前。一応行ってたもんね、中地ね、うん、海に行きたいっては言ってたんだけど。でもまあ普通に死ぬ可能性が高いっていうのと、うん、あと多分ダメですよね。いや、まあ、そりゃそうだろ、若い頃だからね、単純にダメですね、考えだからね、場所が一つもないです。そうですね、うん、翔さん、おっぱぶで思い出しましたが、僕の学生時代の後輩で彼女と別れた後、半年間毎日おっぱぶに通い、行き過ぎておっぱい恐怖症になったやつがいたのを思い出しました。こんなにまで毎日ってすごくない？すごいっすね。うん、まあシンプルに18万吸ってるってことですよね、月に。うや、はい、やさよ、ケイさん相当お金持ちなんだな。そうそう、うん、おっぱい嫌いになるんだ。まあ毎日だって、まあいわゆる3、あ、でもいるか、まあ、うん、僕も単純に好きじゃないですね、おっぱいは。そうか、おっぱいは魅力的な場所ではないですね。まあまあ、でも、うん、ラジオのミキサーさんに、はいはい、もうなんかセックス飽きたっていう人あー、知ってます、はい、マジで聞いたことあります、うん、あのセックス、あのラジオ局の人ですね。そうですね、はい、マジか、セックス飽きたっていう。なんでよ、また三大欲求ですよ、だからご飯食べるの飽きたとか、うん、そうだよね、うん、寝るのも嫌だろ、飽きたっていう感覚じゃないじゃないですか、うん、必要なものじゃないですか、うん、お腹すくからね、はいはいはい、ご飯食べるし、うん、あなたじゃないですあなたはまだ飽きるというかもう入り口すら開いてない人ですからああ入り口開いてみたいけどね、本当に。そういう人はまあ、まあ、もちろん数えてはないけどさ、うん、まあ大体300人ぐらいは。あら、結構よ、したかな、テンブス埋まるぐらいよ。いや、そうですね、ね、単独ライブできます、はい、すごいね、もうずっとセックスしまくって、うん、あ、でもしまくりすぎたらね、ねえ、一応あるんでしょう ね、そういうのって。だってさ、セックスって飽きたらさ、いろんなプレー次は楽しむさね、うんうんうん、ローションだったりさ、うん、お着替えさせたりさ、うん、んなの全部経験したってことでしょ、多分。まあそうじゃないですか、うん、すごいね、うん、軽く聞きましたけど、すごくダメなプレーしてこれ言えないやつなんですか。これはラジオもちろん言えない、ね、言えないもんね。だからその一連の流れで、あの僕は沢尻エリカさんもその延長線上にいるんじゃないかなと思ってますけどね。ああ、なるほどね、うん、いろんなね、そっち系と、なるほどね、うん、どうなんだろう、あるかもね、わかんないけど。これ何の話をしてるんですか今で、確かに何だした、一番話したいことは今話すんですか、そろそろ
あの話です。そうかそうか、打ち上げの話。打ち上げの話ですか、うんうん、一旦 CM 挟んだ方がいいんですか。挟みましょうか。そうですね、一旦じゃライブの話だけしますか。あ、やりましょう。ライブの話、普通にライブ振り返りません。あ、はい、先週日曜日、先週というかもう今週っすね。今週か、はい、もう直近の日曜日、ね、FEC デイジーお笑い劇場 in 国立劇場、国立ねが行われましてね。あっちでやったね。お客さんもパンパンに入って、パンパン、ね、ありがたい。めっちゃ良かったですよね、ライブの内容。良、ね、うん、かった良かった、うん、みんな面白かったし、ネタ面白かったですよね、みんな。うん、面白かった面白かった。国立いいね。国立劇場、しかも意外と値段安いみたいですね。あ、うん、意外と、うん、お前が思ってるよりは。そうなんだ、うん、3円とか。なんでよ、や毎日借りるこれって。だからまあ話は何も聞いてないですけど、はいはい、メインがテンブスから国立劇場に移るっていう可能性があったり します。まああの値段だと意外とありえる可能性は。あ、そうなんだ。そんなに。やっぱでも僕のお母さん来てたんですよ、うん、で僕のお母さんが言ったのが、やっぱ駐車場あるのめっちゃでかい。いや、めっちゃでかいし、プラスなるほど、ね、椅子が座りやすいっていう。あ、らしいね、うん、あっちの椅子やっぱふかふかのね、ふかふかなんで、うん、僕らみたいにアホみたいに3時間やる団体は、うん、ちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。そうだね、やっぱ椅子問題もあります。楽屋もいい感じ、ね、楽屋もね、ちゃんとありますからね、うん、いいですよね。あ、テンブスもめっちゃいいです。テンブスももちろんありますけど、うん、別にね、うん、土足厳禁でしたね、裏が。あ、ちゃんとしてますね。確かに確かに、ちょっと面倒くさかったです、僕個人的に。まあまあそれはね、しょうがないですけど、うん、しょうがないです。でもよかった、楽しかった。超いい、楽しかったね。初めて僕は国立に行きましたし、うん、舞台も始めた、うん、あー、僕もですよ。 A さんも楽しかったですからね。よかったよ。中町ある、あ、ないかないか、中町ないか、国立。あ、国立一回営業してたね、デコボコは。あ、あるんだ。そっか、中っち、あ、そっか、そうだよ、直前でなくなったで。そうだ、そうだね。あ、そっかそっか、うん、お前らと俺一回やったことあるの。サイファイタイムスホールで、そう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 、タイムスホール。あ、間違った、国立劇場。タイムスの、あの、イベント、そうそうそう、国立劇場。上等でしたね。上等だね。いたよね、サイファイ。見たね、大ホール。大、うん、同じ場所。二組だけ。うんと、あと大金のぞみさんだったり、五百円翔先生だったり、そう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 、やってましたね。お笑いライブみたいな、はい、ああ、うん、そんなのもやったことあったから、はい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 、ありましたね。いい場所だなと思って。いや、楽しかったです、皆さん、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。国立や県立の施設は使用目的がかなり制限されないかなと。まあまあ、まあ、うん、そうですよ、一応、確かに、うん、でも、守れば、まあ、ちゃんといろんなルールありました、うん、もちろんルールは確かに細かかった。ちゃんと細かかったですね、うん、はい。でも息苦しさを感じるほど厳しくはなかったし、楽しかった。意外とあっちの方々もみんなノリノリで最後ちょっと楽しんでくれてたみたいな。ね、よかったですよ。よかったです、よかったです、うん、よかったなぁ、まあ、国立劇場。何が問題ってね、その後ですよね、うん、そうなんですよ。なんかここまでは良かったんだね。事件が起きたみたいで、ね、聞いてないんすよね、だから俺も帰っちゃって、うん、ただこれ全部話しちゃうと、うん、もう彼が金輪座のメディアで喋ることができなくなっちゃう可能性がある。そういう可能性があるみたいで、中地くんがなんかすごい打ち上げが盛り上がって、とっても楽しかったです。僕も初めて、あんなに飲んだの俺もないですよ。あ、じゃあ本当楽しかったの。僕もなん、いいね、8時間ぐらい僕も飲んでますんで、すごいよ結果、うんうんうん、早く始まってるもんで、あ、そうだね、今回昼公演だったので、夕方6時半ぐらいから飲んでます。飲んで、早いよ。夜中の3時まで飲んでますから。めっちゃいいっすね。スタートがまず中地おかしいんですよ。え、だって僕が、え、はい、なんですか。まあ打ち上げがあって、はい、その打ち上げですごいダメな飲み方をしたやつがいて、うん、あの僕なんですけど、はいはい、そうですよ。ずっと僕がなんかすごい粗相が悪かったみたいで、相当悪かったですね。僕全然覚えてないですよね。すごいんですよ、うん、あれで何も覚えてないって。分かんないよ、ね、まずスタートが俺と、うん、俺があの新しく入ったあの町田千穂さん、あ、千穂さんね、まっちゃんねる、まっちゃんにちょっと、うん、僕もう飲むって決めてたんで、はい、まっちゃんにごめん、あのちょっと送ってほしいんだけどっつって、うん、ちょっと行き帰りね、うん、お願いしますってのを言って、うん、僕車置いて、はい、まっちゃんに乗せてもらったんですけど、うん、中地から電話が来まして、はい、うん、すいません、あの迎えに来てもらっていいですかと、はい、まずまず、一応まっちゃんも僕も先輩ですから ね、 そうですね、家で待っとくんで迎えに来てもらっていいですか、入った方がいいのこれ、あれだで、まあとりあえずもうまっちゃん優しいですから、はいはい、迎えに行った時に、はい、その送ってもらってるその
女性に対して、はいはい、車内何言ってたか覚えてます？あ、覚えてますよ。あれ覚えてます？シラフなんで。あの時はシラフだから覚えてると思う、はい、だからこのマンコの話だったりマンコの話してましたっけ？あ、しました、しました。なんだよ、中っちそれ、大変でしたよ。どういうことよ、まあで、ついて飲み始めて、あ、まあ、僕はあのー、彼とはちょっと別の席に、うん、席が違いましたね。僕はちょっとあの、まさきさんと翔平さんとずっとあの、まさきさんの子供の話をずっと聞いてた。あー、なんかいいですね。でそっちの席はそっちの席ですごい悲惨だったみたいですね、悲惨なのあれって。あ、わかんない。いや、全然楽しかったっす。いやいや、まあまあ、メンツがそれを求めてる。あー、そういうことね。あー、大丈夫なだけであって、うん、あー、そうですね。取り上げるテーマ自体は、あ、そうですよ。スカトロの話をずっとされてた。あ、スカトロの話もしましたよ、もちろん。あ、ダメよとか、ディボさんの、あの、女性問題の話だったりそれまあ、まさきさんのお子さんのお話だったり、僕とかで、ちょっと一応バーバーめっちゃ盛り上がったって。いや、僕らは楽しかったですよ、うん、もちろんそういうの求めてる人間なんで、うんうん、で、いろいろわーってやって、うんうん、で、もう一歩隣の席の、はい、僕ら、あ、あっちはマネージャーとか、うん、まーちゃんさんだったり、つまさんがいるんで、はいはいはい、まあちょっと、ちょっとまだ あ、ね、あんまり汚い話はしないというか、で、どう終わって、だからなんかちょっと別の席だったんで、うん、あんまり喋ってないんですけど、うん、終わったらもうベロンベロンなんですよ。ベロンベロンなんですよ。なんだね、お前ね。びっくりしましたもん、あれ。もう、ほんとに覚えてない。すごいよ。みん、もう閉めるっつって、まさきさんが何人かに締めの挨拶お願いしてるんですよ、はいはい、僕が行きます、僕が行きます、ずっと言ってる。中っち、僕に締めさせてくださいっつって。中っち、よくないよお前。あの、40点ぐらいのスピーチをするんですよ。あらー、中っちそれちょくちょく聞きましたよ。びっくりして、で、それをするためにともえさんがあの、チンコを潰すっていうね、こいつの。あー、もうここでもうやばいよ。もうやば、もうやばいなって思ってじゃ、中っち、おりよ、面白くないだけで迷惑はかけてないです、ね、まだ今度じゃ、まだ別に、まだ、そうだね、うざいやつなだけで。あ、じゃあまだ大丈夫と、降りて、うん、その安全屋、はい、新都心の安全屋飲んでます、はい、2次会歌丸、目の前の歌丸ね、カラオケ屋さんがあるということで、はい、めっちゃいいね、行きましょうっつったらね、うん、もう彼がもう動かない覚えてます？いや、らしいっすね。もう、寝てましたよ、ずっと。中っちは本当に寝てるわ。ゆうすけさんの軽トラの上に乗って寝てたの覚えてます？俺はもう動かんっつって寝てました。はっさ、よくないよ。みんなで大爆笑しましたけど。ゆうすけさんにも、ゆうすけさんにも一応連絡入れた方がいいですね。入れた方がいいか。だから、彼、本当に何も覚えてなくて、次の日、とりあえず二次会にいた人には全員電話してるらしいんです。すいませんでしたって。トムさんにもちゃんと怒られたんでしょ？はい。中田さんにも。はい。まだほど、まあ、大きもう一応しこたば飲んだのは覚えてて、すごい酔ってて、ただ、うん、この結構ヤバめのやつ、結構ヤバめで、うん、迷惑かかりそうだから、うん、トムさんがお前こんなすんだったら帰れと、うん、もうお前こんなんだったら二次会も行くなと、うん、はいはいはい、行ったんだ。ただこいつをタクシーに乗せるわけにもいかんという状況で、うん、ああもうそんなレベルなんだ。もうタクシーにこいつ乗せたとしても、うん、家にたどり着けんなと、最悪、うん、っていうことで、あのもうただもう動かないんですよ。うん、で、呆れたニッティさんが、なるほどね、僕と三宅健が一回二人で足と、うん、手持って運ぼうとしたんですよ、うんうん、でももうそれじゃできんと、はいはい、もうニッティさんが呆れて、やっぱさすが、やっぱ外人の血が入ってるというか、はい、肩に担いでから、うん、中地を、お前やばいよ、ニッティさんがカラオケまで運んで、その絵面って大丈夫なのかな。一応もうなんかぐでんぐでんの若者がさあんな屈強な体した、屈強な外国な見た目の方にさ担がれて、担がれてどっか消えていくわけよ。絵面としてはニッキーさんが悪い人じゃない。いや、そうですよ、完全にすごくね、すごいよ、助かりますけど、うん、助かったことをしてくださいました。で、連れてって、で、歌丸に行って、うん、もう最初はもうとりあえずもうあのゴリラコーポレーションの浩平さんが、うん、寝かして、うん、起きたら面白いからこいつはと、うん、起きたら面白いから、ね、とりあえずみんなごめん、待ってっていうのずっと言ってた、三宅健、かまるの三宅健。だから、あ、放置しとくよりかは、そう、もう自分目の見える範囲で管理してた方が安全だっていうことで、僕は二次会に。そうです、もちろんもちろん。なるほどね。もう俺なんで行ったんだろうと思って。いや、そうですよ。いや、お前の意思じゃないよ、あれ。僕らが判断だよね。そう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 。確かに、でもそれはナイス判断かも。違う、二次会で、最初だからその二次会がかまるの三宅健、はいはい、ゴリラコーポレーションの浩平さん、うん、はい、で、僕、うん、ニッキーさん、はいはい、で、赤バナー青年会、はい、赤バナーさんと新しく FEC ライター、はい、中本
ゆりかさん、うん、来てくれたんだ。中本さんも1時、終わりで1時間終わりで、うん、2時間、ね、ちょっと1時間だけちょっと参加したいみたいなお話、うん、すごいね。で、まあ、最初はねこの中本さんのいろんなお話聞いたり、まあ、ちょっとね、まあ、それは綺麗な方一人いらっしゃるだけでやっぱ変わるじゃないですか、うん、やっぱ変わる、花があるからね。楽しく歌ってたんですよ、うん、1時間、はいはい。歌は歌ってないんですか？歌は歌ってましたよ、まあ、ちょくちょく合間合間ちょこ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 、うん、はいはい、歌ってる中、うん、ついにモンスターが目覚め出しましてうわー起こすな、起こすな。いや違う、スッと起きてモンスター、覚醒、覚醒してスッと起きてきたんですよ中地が、中地というモンスターが、中地のモンスターがスッと起きて、誰かに起こされたんじゃないですか？違う違う、スッと起きてきました。怖いよお前。俺もうだから二次会の記憶はもうほぼないんで。ほぼないですか？え、じゃあほぼないんで、僕の充電 1% なんですけど、うん、なんかこんな感じだったよみたいな見ます？なんか断片的な、なんか要所要所はこんな感じでした。お前良くないよ、お前。ちょっと見せれないんですけど、あんまりね。うんうんうん、とりあえずモンスターは自分でスッて起きたんですか？スッて起きて、はい、歌うって始めて、はいはい、あ、いいよっつって、はい、歌うじゃないですか、はいはい、でやっぱモンスター の, あの、うん、持ち曲があるの分かります？おはこの曲だから分からんわけですよ。え、分からないですか、うん、あのリンダリンダの歌って全裸全裸っていう曲があるんですよ。全裸全裸っていう僕のおはこの曲、おはこの彼のおはこの曲がありまして、うん、一回も盛り上がったことがないんですよ。ないんだ、はい。まあ、皆さんお気づきだと思うんですけど、うん、あのリンダリンダの最後のあの、あ、最後ね、盛り上がったリンダリンダ、彼が全裸全裸っていうのが脱ぐっていう、うん、ちょっと盛り上がるね、うん、アトラクションがあるんですけど、非常にダメな、うん、彼がそれを中本さんの目の前でやろうとしまして、おい、おい、や、ひどいね、やるじゃないですか、はい、ニッキーさん、広、はい、平さん、はい、宮健が全力で止めるっていう、俺なく全員がたいやし、はい、お前あの宮健が止めたんだよ、オーバーキルだよそれ。一回その動画見ます？あるんだ。ただ僕の充電が持つかですけど。あるってよ。これちょっと我々だけで見た方がいいやつですね。もちろんもちろんもちろん、皆さんすいません、僕らの笑い声だけで楽しんでいただければなと。でも充電器とかないですよね。ラジオが終わった後は、あら、充電器があるということで、あるある、全員見れます。あれですか、戻した、ケーブルがないです。じゃあラジオ終わった後はこれちゃんとなんすか、アップするんですか？アップするか、これアップできないんですね。できないわこれ、これできないんですよね、ということで、ケーブルがないということで充電できないということで、じゃあ死ぬまで見ましょうよ。死ぬまで、携帯が死ぬまで。じゃあ、僕も見たいです。ちょっと見ましょうね、ごめんなさい。もう止まり関係してますけど。じゃあ皆さん、あ、死にました。 あら、残念、残念でした。はぁ、めっちゃ嫌だ、見たいよ、最低ですね、最低です。あれ、あれ持ってない、あれ、なんか探してちょっと。まあ、だから簡単に言えば全裸全裸って言いながら脱げるんですけど、あの浩平さんがあの中地のベルト、あれをずっと引っ張っててぶち切ったんですけど、それであの首ごと行くっていう、全力で止めて拘束してたみたいですね。で中地がごめんなさいってちっちゃい声でふーっと言うっていう。あーもうよくないよ。そうだよ、だからそうだから朝気づいたでしょ。朝起きたら、はい、ベルトがなくて、うん、で、まあ、記憶ないしめっちゃ気分悪いし、とりあえずなんかもう脱ぎ捨てられた衣類を片付けようと思ったら、ベルズボンにベルトじゃなくてなんか葉っぱが巻かれてて、そうですよ、何これ。彼のベルトはあの死んだんで、あの、はい、二次会で、はいはいはい、あの帰り道にタイガさんが、うん、そこにある葉っぱであのベルトを作ってあげるっていう。なんなのそれ。あ、じゃあそれが真相なのね。ツイッターでやってた、そうそうそう、あれです。葉っぱは何なんだろうな、はい、あれはタイガさんが作ってたんです、あの特製ベルトですね、うん、先輩方に全部迷惑かけてるね、はい、あんたね。今言った話が多分唯一話せるやつで、それ以外これ以降はもう話せないんです、話せないんですけど、でもやらかしたこのパーセンテージ 100% のうちの多分10% 分ぐらいですね。まあ 20% 10% ですね。まだ怖いよ。あと 80% ぐらい残ってるんですけど、うん、これ言っちゃうと、まあ、あの、まあ、彼のレギュラーが全部消えますんで。そうらしいんですよ、はい、本当にとってもひどいことも言ってましたよ。申し訳ございませんちゃんとひどいことも言ってましたし、ね、あ、一個言えるの、あれはありますよ、言えるのは。なんですか。あの赤バナさんにずっと、あ、いや、それもちょっとね、それもちょっとですか。じゃあダメですね。じゃあほとんどダメですね、今日ね。そうね。これ見せた、あ、これ見せましょう。じゃあ、あ、唯一
全裸全裸じゃないんですけど、はいはいはい、リョートにさっき動画送ってたの。これは言えないからね。これもダメなやつ。いや、これは大丈夫です。これは大丈夫です。これ大丈夫。一回見ていいですか。まず見てみて。ほんとにまずこれを5回ぐらいやりました。なるほどね、はい、いやだからこれも後日っていうか次の日こういうなんかこともやってたよっていうのを言われて、はい、僕の中ではガテンがいったんですけど、うん、はいはい、朝起きて、まあ、まずベルトが葉っぱになってたっていうのが、はいはい、ん?って思ったのと、うん、あと まあ、お風呂に入ろうと思ってお風呂入りながら歯磨きしようとして一回口をゆすいだら口の中が血だらけだった、うん、うん、なんでかって話ですよね、うん、はい、まあ、これは中本さんが何度も、うん、ビンタをするっていうね。お前でも全然あれはビンタして大丈夫な、もう中本あ10-0で彼が悪いんで、このあれどんなビンタなんですか。もう本当にもう お前最低 のこれ弱いやつです。これ弱いやつですなのか、それとも なんかそういう流れになったんですか。流れなんですけど、これまだ序盤なんですよ、この日。ゆりかさんはでも結構気持ちこもったビンタですかね。あ、ちゃんと気持ちはこもってますし、一応お笑い的な要素も入れてますけど、これ序盤なんですよ。終盤の中本さんはもう笑ってなかったです。うわー、いやそれはそ本当に笑ってなかったです。いやでしょ、俺逆の立場だったら、マジし、まさか初めてみんなと仕事した日にこういうことになるとは思わなかったなと。ほんと申し訳ないなと思って、だから中本さんもさ、気使ってというか、なんていうの、まあ、まあ、仲良くしようと、二次会まで来てると思うんだよ。でさ、で、うん、モンスターが寝てる間は楽しくやってたんですよ、みんなよ。モンスターって呼ぶな。起きた瞬間だよね。モンスターが立ち上がったら暴れたりしてチンチンがね、見せようとして、はぁ、しゃべようや。やとや。ちょっとラインしてよな、カチ。うん。ダメだよ。宮健の飲んでる酒に何か入れてたの覚えてます。あー、それも聞きましたよ。それ聞きました。これ言えないですよね。そうですね。これ言えないですね。あと、リョートに言いましょうね、これはね。うん、いや、もう、缶づきますよ。あ、缶づきます。INMO ですよね。はいはい。彼とも、ね、何入れたかね、まあ大体感じ取ってください、ね、INMO ですよ、はい、彼と言ったの大体わかりますよ、うん、最高でしたね、うん、で、宮健がそれ飲んで、うん、エンドレスに丸々が出てくるわってずっと言ってました。なんでかとは言ってました、ずっと。もう宮健がとってもマシに見えて、宮健何もやらかして、まあ、でも宮健って別に酔わないんで、彼、うん、酔わないんですよね。全く普通でした、うん、彼は。まあまあまあ、さすがだなと思いながら、うん、やっぱ思ったんですけど、はい、まあ第1位に僕が悪いっていうのはもちろ ん, んですけど、うん、あ、まあ、そう、10、はい、ちょっとなんかあります、はい、これ次の日中田さんとも話したんですけど、はい、まあまず疲れた体にお酒が絶対に良くない、はい、うん、そうだね、絶対に良くないな、うんうん、中田さんもでももうそんな感じだったらしいです、うん、あ、グロッキー、昔の時はそうなんだ、グロッキー、うん、で、なんすか、小一郎さんのコメントがすごい気になる。なんか読んでください、それ、うん、こんなやらかしてる中地と付き合ってる彼女すげえな。素晴らしいよ、お前コメント、これ よく、俺よく一応大丈夫だなと思って。ほんとね、頭上がらないもん、ほんと頭上がらないもん、うん、いや、ほんとですよ、うん、FEC のクズランキング、うん、今、堂々のカマルが1位ですよ。コンビ対決だったらカマルがダントツ。どうだろうこれ、いやどうなんだろう。一応僕らとかそういう同世代とかも本当に年変わらないんで、僕らはなんか違う、これだけはなんか自分で言うの恥ずかしいですけど、ほうほう、まあもちろん僕笑えないこともたくさんしてますけど、はいはい、笑えるクズも結構してるじゃないですか、はい、もちろん僕と宮健、うんうん、まあ、クズなことはクズに変われないんですけど、はいはいはい、でもこの笑えないクズ度合いで言えば、僕秋典さんはすごくランキング、秋典さんは殿堂入りです。、ね、彼は犯罪ギリギリです。秋さんもね、彼は犯罪ギリギリですじゃないですか。本当にダメな話がいっぱいあります、ね、皆さん本当に秋典さんは本当に普通のかに普通の人かのようにね予想ってますけども、一番怖いわ、一番あの人は怖いですよ、うん、僕とかね、中地とか両端って可愛いです、本当に可愛いです。彼が一番ダメです、明るみになってない、一番結婚しちゃいけない人間です。そう、俺も本当今すぐにでも結婚して止めた方がいいと思ってる。俺やらかしたことあるから、中地殴ったぐらいですそれどや。だいぶやらかしてるよ。そうだ、米軍地のやリハーサル中に俺が帰ってきたらもうリオといないってなんだばってなるよ。
びっくりしたよ。中地、お前はちゃんとやらないと。中地さんに LINE してよ、お前。ちゃんと連絡は取った方がいいですよ。だから、でも、もう、なんか、自分から連絡するのも、なんか、そうだね。ねえ、なんて言うんだろう、中本さんももう嫌だろうなと思ってさ。あ、逆にね、そうだね。もう、もはやね。もはやね。もはや、いや、もちろん俺は謝りたい気持ちはあるけど、でも、もう中本さんからしたら謝られるために、はい、まあなんかツイッターとか SNS つながるのも LINE もつながるのも嫌じゃないかなと思ってすごく迷ったんですよ。いやでもこれはもうちゃんと一応謝った方がいい、もう言った方がいいなと思って、うん、一応今後やっていくとしてね、うん、伝えましたよ。すごく真面目な文章。あ、一応 LINE したんだ。 LINE というかインスタグラムの DM で大丈夫です。 LINE はちょっともう多分嫌だろうなと思って。 LINE 持ってないですからね。あ、そうだよね。あ、一応連絡返ってきたんですか？あ、連絡はい、返ってきました。ちゃんと大人でした。うん、すごく冷めた、うん、やりとりですか？はい、さあね、読み上げるのはちょっとあれなんで。そうですね、僕とじゃあ両党だけ一回ちょっと、うん、本当申し訳ないです本当申し訳ないです。そんな面白いの？いや、面白くはないですよ。面白くなさすぎて面白いんですよ。面白さ一切ないですよ。こ、あ、かわいそう。バカ、なんだろう、かわいそう。バカ、おめえはバカ。こんな冷めって帰ってくる。それはそうでしょう。こんな、それはいや、話聞く限りでは、だから俺返信くれるだけで一応。あ、まあでもそうですけど。ありがたいというか、だ今後のもう僕 FEC の活動は中本さんにこのもう罪をもう償うための時間にしようかと。誓って。いや、もう目線に入らないようにした方がいいんです。そうですね。視界に。事務所内共演。そうですね。事務所内で。まさかの FEC で。そうですね。まさかのですよ。いや、リアルにあの光栄さん、ニッキーさんにはちゃんとありがとうございますと言わないといけないし。マネージャー陣にもすごく謝りました。はいはい、全員に謝った一応、ね、全員に連絡した。いや、全員に謝った方がいいですか？あ、いや、社長と男性お二人ぐらいだと思います、はい、あ、男性二人にも謝った方がいいですか？お一人ですか？マネージャー誰に謝ったんですか？宮原さん。あー、そうなの？うん、なんで逆に？って聞きました僕は。なんで何が？もう酔っ払いすぎて千鳥足で、うん、なんか僕隣の席の方で、ああ、はいはい、行って、最後締めの時に彼からも一言みたいな感じで隣の席の人連れてきよったんです。あ、面白いです。それは聞いてない。それは面白いです。みたいな感じで連れてきて、なんか全然面白くない空気になってしまって。マジで。それはで、一般の方が急に連れてこられてどうぞなんてありえないじゃないですか。なんか僕の知り合いだったみたいですね。あ、そうなんだ。あ、わかんないわかんない。あ、わかんない。俺もそろそろ。あ、じゃあ俺も遠いからわからん。じゃあわからんよ。俺も遠い。俺も覚えてねえからわからん。もうやだ、怖いよみたいな感じ。確かに、一応1次会からお前の目の前にその中本さんとそのミキがいて、そのずっと一応なんか言ってたらしいっていうのは聞きましたよ。その中本さん含め、そういうちょっと危ないことを。それの上ではじゃあ確かにそうかもね。でもあの大久保さんにもちょっと謝った方がいいですよ。久保兄にも、久保兄もちょっと切れてましたよ。ダメだよって。あとでそれ話しましょうね。じゃあ、だから今日本当に彼は相当な迷惑をおかけしてる日です。大久保さんは本当に俺のこと嫌いだと思う。ラジオ来なければよかったな。怖いな。怖いよ。本当に俺のこと嫌いだと思う。一応僕が友達さんに、うん、一応僕どうせ朝まで帰れないんで、うん、はいはい、じゃあ中地ちょっと面倒見ますっていう理由で二次会連れてってますから。あ、はいはい、で帰り道一応大丈夫そうだったからタクシー乗せて帰ったんですけど、一応意識ははっきりしてたんで、うん、酔っ払っていますけど帰れそうだったんで、うん、じゃあ光栄さんが一緒に帰るみたいなこと言ってたので、うん、あ、じゃあ大丈夫だなと思って僕は見送りましたけど、うん、それまで一応面倒見ますって僕はついてったんですけど、うん、もう、まあ、ほんと申し訳ないな。大変です。友地さんも、はい、なんか怒りを通り越して、ああそうでしょうね、心配をしてました。お前最近何かあったのか。あいつ、俺も言われて、なんであいつあんな酔ってるのって、うん、え、じゃあもうなんかあったのって、あんな酔うってあるっていうぐらいのレベル。カスみたいなスケジュールでした先週は。ああ、今週もカスみたいなスケジュールですけど、どんな感じなの？まず毎日ですね、うん、毎日朝の9時から夜中の 2,3 時ぐらいまで、うん、
いろいろ何か入ってると、はい、バイトだったりロケだったり毎日ラジオがあったりと、はい、いやもうそれはいいことですけどね、うん、でもそうだね、精神的にも肉体的にもそれは分かる分かる、ダメダメでしたね、うん、分かる、気持ちは分かる、だったらもう俺飲まん方が良かったと思う、あの日は、うん、そうなのよ、だから俺もそれを見越して、あの僕行かないって言ってたさ最初、そう、あ、そ最初行かないって言ってたんですよ、スケジュール連絡でも行かないことで平成来て宮県しか行かないんだと思って、うん、あーはーはーと思ってたんですけど、いや途中でね打ち上げ費がね出ないとかなったじゃないですか、うん、はい、あ、ただ飯だ、ただめ、あの事務所がちょっと今回出しますみたいなお話になって、はい、まあ、それ由来なんですよ、簡単に言えば、まあ、ただ酒ただ飯じゃないですか、それで由来なんですよね、それで由来で来たんでしょ、由来で、でもだから周り若手行く人いないからなと思って、うん、で元志さん確認したら元志さん行くってことだったんで、僕ははい行く行く、あ、じゃあ行こうかなと思って行きましたね、で大変なことになったってお前だって僕分かります、まあ君の気持ちも分かるし、いや元志さん行くのは結構僕個人的に、しかもお酒飲むって、はい、相当珍しいですよ僕が那覇で飲むって、うん、だから本当に年一とかそんなレベルじゃない、ね、本当は僕も旗揚げでやりたかったんだそれを、うんうん、で僕の旗揚げの精神状況皆さん知ってるじゃないですか、はいはいはい、もうゲロ吐きそうだったし、うん、ってのが続いてる中、ね、僕はだからその日はすぐ帰ったんですよ、うん、そうしろよって話なんですよ、うん、僕からしたら、ね、たきついなら、そうすればよかった僕はこの状況で飲んだらやらかすだってのもう疲れ、いや僕は言わないんですよそこまで、そうだ、ね、ただあの多分すぐ寝ちゃうなとか、うん、ちょっとそれはそれで迷惑だなと思って、もう今日は帰ろうと思って帰って、うん、やっぱ本当に僕 FEC の先輩方といる時間本当に好きで、いやいいことですよ、それはいいことですよ、うん、行っちゃって嫌われるっていう、まあ、ニッキーさんが言ってたのは、うん、そのニッチーさんに今日言われてちょっと軽めに怒られたんですけど、はい、うん、まあいつもあんななのって言われてお前ガチやん、まあ、一応あれですよ、平成期とかそういう若手で飲んだりとかカラオケ行ったら、うん、大体あんな感じですねみたいな話でしたら、はいはい、とりあえず先輩の前であんなことをするなと、はい、お怒りがあったので、ね、申し訳ないです本当に、先輩すぎるんでね他が、うん、10個違うので、つきませんよ、20個違う方もいます、もちろん30違う方もいますよ、30違う方もいますね、ガチだよ、はい、僕らはいいんで、僕はいいんですよ全然、うん、もちろんもちろん、うん、楽しいですから、うん、殴ればいいんで最悪、はいはい、殴ったらダメですよ、あ、やぐるやん、いや、すぐ殴るだろや、カットしてから、昔だよまあそんなもん、なでるなでるちゃん、なんかこの件があって、はい、ちょっと病んでるんですよ本当にダメな人です、もう一個、もう一個やばい、え、まだある、もういいよ、聞きたくないこっちも、まだある、普通に申し訳ないなってなる、え、ちょ、でも聞いてちゃんと俺謝った方がいいと思うんだけど、何ですか、あの酔っ払って指笛をするんですよ、とっても盛り上げるために彼が、そのべっちょべちょの手をずっと浩平さんのズボンで拭くっていうおめえ全部悪いこと先輩にしてやしや、トラック乗ってみたらや、ええゴリラコーポレーションさんに、いやもうさ、俺もうほんと記憶ないから、浩平さん10個やお前の、ちょうどめっちゃ面白く感じるけど、ほんとに俺がやったんだって考えたら、浩平さんは笑って叩いてましたよ、はいはいはい、殺すよって、あ、まあ芸人なんでお笑いだからいいんですけど、はいはいはい、でそれも浩平さんも振っておりましたよ、はい、もちろん、でも一応俺は一応意識はっきりしてるんで、はい、あ、一応多分普通に知らなくなったら一応大変なことになるんだろうなと思いながら僕は見てました、まだ芸人さんには会ってない、中澤さん、その次の日ね、収録あった小役先生ぐらいですかね、うん、その後あったのは、怖いね、直接中澤さんに言われた、中澤さん言われました、もちろん言われました、それで電話したってことみんなに、あ、はい、一応なんとなく起きた時点で、あ、うん、おそらく俺やってるなって、もう記憶がなくて記憶はないから、記憶ないし、記憶なくて家にいるって怖いなと思った、血だら、口血だらけだしベルトが葉っぱなんで、うん、おそらく何かしらやってるな、で収録で中川さんと会って、うん、軽く聞いたんでしょ、そうですね、で多分だ昼のだ収録時間聞いてたから、はい、昼の3時ぐらいに電話があって、はい、あ、多分そうなんだろうなと思いながら電話取りましたけど、僕もいいですね、気をつけてね、次から中川最高ですね、本当にちょっともう俺外で飲まないどこかな、あ禁酒する、禁酒はもうじゃあ無理よ、外で飲まないとかは無理よ、いやいや、だから
具志堅さんもそれちょっとあって禁酒した時期があったじゃないですか。はいはいはい。それぐらいのあれはやった方がいいんじゃないですか、逆に。ああ、もうこれ戒めとして、はい、自分への、はいはい。でもあれだよな、意識あったらお前よかったもんな、前もな、うんうんうん、だから外ではもう飲まないどころ、うん、それかもう本当に自分で疲れたって思った時は我慢すればいいだけじゃない、一旦だっていい時はいいですから、まあいい時というか、うん、シラフはそれはそうでしょって話、うん、まあスケジュールとかね多かったらもうやめましょうこの時期はねえ、うん、ちょっと多分ダメな人だじゃあ、あら、もう47分ということで、テンション下がってきたわ。うっそ、これの話だけで俺ら1時間喋っちゃった。どうすればいいか分からんよこれ。ちょっとじゃあ CM からの、うん、あ、いや、どうしよう、一旦 CM 行きましょうか。 CM 行きましょうか。じゃあ一旦ちゃんと CM は流しましょう、はい、行きましょう。じゃあコメントとか出ますか、両党呼んだりとか。わかるよ、でもね、お酒は飲んでも飲まれるな。こんばんはって来てます、あすみさんから。いや素晴らしいです、ね、逆にクズランキングも気になってしまいましたし、芸人さんの彼女さんはすごいって言ってますよね、うん、でも芸人さんクズランキングで言えば、うん、ランキングにランキングインする人ベスト10だとして、本気のクズ、本気のクズで言えば僕ユースケさんとニッキーさんはぜひ推薦したいな本気のクズ、本気の、うん、笑えないやつどんなラジオよ。皆さんこれさ、ごめんだけど、いやもう嫌だ俺、何事じゃない、中地んどうする予定だったの今のいやいや、だからじゃあもうどうすんのっていういや、お前おかしいよ今ちょっとちょっと今おかしいよ、ちょっと待ろう、一回止まりましょうか、落ち着こう、落ち着こう。いや、クズランキングというかね、わかんないですけど、そんなランキングは作らない方がいいです。作らない方がいい、もうダメです、ぜひ。漏れなく皆さんの夢が壊れます。ダメですよ。面白くなんともない。リアルに僕とかによっては普通ですからね。そう言われたら。いや、また普通よ、普通、うん。こんなのって、振り切ったら面白いですけど、ちょっと振り切りすぎましたね。さすがに。俺びっくりしてるよ今日。こんなことあるって知らない。大変でした、大変でした。楽しかったっすよ。なんか俺精神的にダメな人なのかな。なんか、うん、話聞く限りで、うん、本当に22歳の酔い方じゃないですよね。うん、あれもうなんか精神的にぶっ壊れてる人本当に疲れてんのかな。はい、じゃあ間もなくドラッグみたいだね。かまるの放送実行委員会。さあ始まりました、かまるの放送実行委員会。後半戦もう残り時間わずかと、ね、後半戦というのは残り5分ですけど、やりましたよ、うん、反省します。もう切り替えて。じゃあ皆さん、じゃあ皆さんが決めましょう、彼の罰というか、もうそれでしょ。でも重く捉えよこれ。あ、いや、俺は禁酒やった方がいいと思う、リアルに。禁酒リアルにじゃないと、でも僕本当にメンタル持たないで、うん、中地持たないから。あ、ちょっとはね、入れないとね。どうしたらいいのよもう。だから外で飲むのはまあとりあえず禁酒しましょう。金輪際ではないけど、ただ 2年ぐらい頑張る、1年頑張るか。あ、ちょっとダメかもか、もしくはなん、来年の目標にしよう。じゃあ来年の目標、とりあえず来年まで。でもな、飲まないといけない席もさ。ああ、その時はいいんじゃない。あー、いいよ、わかんないな。いやいや、それこそダメだよ、そういう大事な場所で。わからんけないと思うけど、うん、こんなことがあったら。お酒飲まないといけない時もあるんですよ。いや、それは知ってる、それは知ってる、それは知ってる。飲まなくて怒られたこともあるんですよ、ね、それもわかる。そんなのがあるんだ。そこをどううまくやっていくかですけど、さあどうするのか、彼は。いや、でも単純にこれってもう分かりきってる状況じゃないですか。うんうん、こうなるってのね。こんだけ疲れてたら悪酔いするね。これ今関係ないだろ。これ今関係ないだろお前。めっちゃ好きなんだけどこれ、はい、で、なんでしたっけ。ちょっと忘れ、分かりなくなっちゃいました。でも、そうだね、
仕事で飲む時もあるもんね。まあもちろんもちろんそれはね、しょうがないもんね。そういう人たちと飲む機会はありますから、うん、まあまあとりあえず気をつける、うん、本当それにしかないので、うん、はい、しょうがないですけど、これは自分コントロールね、はい、うん、だいたい分かってきてますからね。分かってる人があんなにはならないと思うけどな。これ以上飲んだらやばしっていう、なんかラインが分かってるにもかかわらずそれを超えてくる。まあだから、あ、節度を持ってね、誰かちゃんと止めれる人を作るもんとか、もう例えば平成一期メンバーだけだったらもういいよぐらいの、最悪ね、最悪ハメ外してもいいよって。僕らは別にあのボコボコにするだけなんで、僕らそうそうそう、みんなまあもちろんハメ外すのはもちろんダメですけども、うん、まあまあ気をつけながらね、気をつけながらやりましょう。ちょっとダメでしたね、うん、まあ、両党もやばいですよね、うん、飲んだら俺もやばいね、はい、みんなでちょっと意識しましょうね、これは。俺僕だけの問題じゃないですよ。え、僕もですか？もちろんです。僕は何を意識したいんですか？君を意識してればいいんですか？もちろんです。え、僕は自分は意識せず、君を意識してればいいんですか？もちろんです。どういうことですか、それは。え、これ僕の話じゃないですよ。俺やばいっすか？お前やばいよ、ちゃんとや。やばくないよ、俺。ええ。なんかクルスは人。あ、でもバキさん、いいかも。なんすか？うん。あの、ハンドルキーパーのように中地キーパーを作ろうと。中地できるかな、それ。単純に俺ハンドルキーパーってどんなですか？中地、うん、できる？できる？あ、いやだ、車で行けばもうそうするしかできないもん。じゃあ毎回そうする？じゃあ、うんうんうん、わたぬきさんからクソだなってきて、うん、あ、わたぬき、いやでも俺この女に言われるのはマジでわたぬき、わたぬきこいつやばいよ、ほんとにほんとにクソだよこいつ。もちろんやばいことしましたけど、わたぬきさんに酒癖で言われるのはちょっと、まあ一応わたぬきも酒癖悪いですよ、そりゃ、一応聞いた話によると。でも、あ、でも初対面めっちゃ覚えてるもん。でもだよ、それを凌駕できてるよ、お前はちゃんと。もちろんちゃんと、もちろんお前の方が圧巻だよ。おう、それは忘れんな。おう、お前はすごいんだよ。俺もやばいっすか？俺どんな風にやばいっすか？君はね、シンプルなこと言うと、うん、ちょっと失礼になる。いいんですけど、ね、僕はいいんですけど、僕はいいんですけど、はい、聞いたね、覚えてますよね、いろいろありました。ポップコーン食べたい、ポップコーン食べたい、うんうん、海辺で行って、うん、連れて行って、で、買ってあげたら、やっぱいらないって言いました。まあこれ軽いやつですよ、これはね、うん、これ軽いやつですけど。あなた飲み方がもう狂ってるんで。そうですね、僕は、はい、多分キャンさんと一緒に飲んだらダメな人なんですよ。僕合わせちゃうんで、ペース、はいはい、うん、中地じゃ分からんけど、俺とか、俺思ったけど、俺まあまあお酒強くなってるかも。誰が言ってんの、お前や。殺すよや、お前。何言ってる、ベロンベロンだったっつってるだろ、お前。殺すよや。お前と俺同じ量飲んでるよや、一応。なんだ、俺20杯以上飲んでるばよ。それであの面倒見たばよ。帰れるかって、ちゃんと最後まで。殺すよ、お前。だから、まあ、だから今後まあまあ時間もないですけど、まあだから僕とか、それちゃんとぶん殴れる人を作りましょう。じゃあ隣に、あ、ちゃんと前科ありますね、僕。うん、あります。渡貫さん、私の前で普通に全裸になる。ああ、覚えてないですか、それも。すごいっすね。ありましたね。そうだそうだ、はい、ということでお時間来たということで、うん、閉めてください。じゃあ、本当にお酒は飲んでも飲まれるな。ああ、そうですよ、皆さん、うん、気をつけましょう、はい、彼が言ってるんで、本当にいろんなものを失うな、はい、うん、僕今失いかけて気づきました、はい、申し訳ないです、すいません。ということで、また来週、はい、お疲れした。はい、ちょっとコメントも拾ってありましょう、ちょっとはね、僕が読みます。じゃあ、あと今日ツイキャス保存でお願いします。 YouTube 途中で切れちゃったんで、ちょっと読ませて。じゃあ、ごめんなさい。まあ大体読んでますよ。キャンさん、最近ハマってるアニメがあるんですよ。これ保存するんですか、この話。こいちろうさん、炎の称号。おい、知らない知らない。めっちゃ面白い。宮賢がまともに見えます。あの宮賢が。でも、なんか、はい、ああ、はいはいはい、永遠の消防隊。ああ、そうだ、永遠の消防隊。これ面白い。これやばい。ああ、消防隊面白いね。これマガジンの。マガジンの面白い。ごめん、漢字読めなかった、申し訳ない。見ました、全部アニメ。
でもあの、まあまあ、あの本当にあの話をすぐ、まあ、まあ、面白くなったし、結果ダメだ、ま、始まってますけど、一応この始まって12話まで終わってんのかな、ツーフルだったんですよ。ですよね、24話だからっていう気持ちが歪んだが故に、ああいうことにはなるかこれね、歪んだ愛情というか、歪んだ愛情です。もう大好きなメンバーで楽しんでほしいと、楽しんでほしい、笑ってほしいと、楽しませたい。本当に最近か面白いんですよ、この今が僕はね、11月だから君が残ってのはい、もちろん、はい、ただなんかダメなの今回行きすぎたな、これハマってしまう。僕はそのいいよね、あの三宅さんかっこいい、まず自然発見ずっと面白くなかったもん。あれ何でした、あの青いそれを止める剣なんでしたっけ、あー、剣使うやつ、あれ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 、なんだっけな。俺も2話までぐらいしか見てないんで、うそ、あれやばいっすよ、面白いっすよ。まだ、まだ食べてるから、いや、ちょっと今度まとめてみようよ。ちょっと、また話しましょう。あ、もう一個クズエピソードが、うん、別件、これ別件です、ね、別件版は僕の、あ、君、君と宮健くん、ほう、いや、朝起こったじゃないですか、一応、うん、軽く、あ、あれは本当覚えてない。あの、この土曜日、日曜日のライブの前日にネタ合わせとか店をやってて、うん、オードブルで、で、かまるもやってて、うん、で深夜2時ぐらいに帰った。